こんにちは、ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今日は FX30 で楽しむログ撮影ということで、FX30 を使ってログを撮るところの概要を一通りちょっとご説明してみたいと思います。私も FX30 を使いこなしているわけではないので、なんていうんだろう、使い方のコツまではちょっといかないんですけども、FX30 で撮影するログ撮影、それとユーザーラット、ピクチャープロファイルに入るラットの使い方、この辺は α7 にはないものになってますので、この辺を今日は紹介してみたいと思います。ちょっとお話長くなると思いますが、ぜひ最後までお付き合いください。まずはそもそも、FX30 で撮影できる、α7 でも撮影できるんですが、ログ撮影って何だろうというところなんですけども、これがちょっと話すると長くなってしまうので淡々と説明していくと、今この春テレビを見ていると NHK さんと日本テレビさんで70周年、テレビ放送から今年で70年を迎えるということで、70周年の記念キャンペーンをいろいろやっていると思います。70周年記念番組とかも私もよく見ています。テレビの放送自体はもう70年前から始まって、最初は白黒だったんですけど、途中からカラーになって、そして2000年ですね、BS ハイビジョン、ハイビジョン放送が始まって、そして2018年、4K 放送が始まってますが、それまでの間、実はほとんど規格が変わってない部分というのがあります。カラー放送になったので色がついたりとかっていうのはあったんですけども、変わってないのはですね、輝度、それと色域、解像度はハイビジョンの時に変わってるんですが、640、480から、いくらだ、1080になった、1920、1080になってるんですけども、解像度とかは上がってるし、その辺っていうのは聞いて分かりやすいんですけども、輝度、100ニットという輝度信号、それと sRGB という色規格っていうのは実は、テレビ始まった当初からほとんど変わってない規格になっています。その間にカメラもテレビも非常にパワーアップしていてですね、今ではもう 1500%、それぐらいの性能を上回る性能の、撮影がカメラはもうできるようになっている。だけども放送規定のところでそうやってもう昔の放送規格、これを変えてしまうと受動機全部を変えなきゃいけなくなってしまうので、なかなか変えられないというのがあったんですが、これが BS4K 放送の時に HDR 放送、 HDR の映像が出るようになって、ようやくそれが変わったというふうな年になります、タイミングになります。その、思いっきり性能の上がっているカメラの性能を生かした撮影をしようというのがこのログ撮影ということになります。ちょっと、これはですね、今年のお正月に撮ってきた、精進湖だったかな、あ、元栖湖だ、元栖湖の写真なんですけども、これはちょっと古いカメラになりますが、アクションカムの FDR-X3000 というカメラで撮っているタイムラプスの写真です。富士山が向こうに見えて、日の出のところを撮っているところですね。富士山かすかに見えるんですけども、こういう絵に普通に撮ってる SDR の映像だとなります。これが FX30 を持っていってログ撮影をして、それをカラーディングレーディングした映像になります。こちらの方で見ると、なんとくっきり太陽も見えるし、その前手前にかかってる霧にかかってる、光彩というんですかね、虹みたいなものまで見えています。こういう撮り方ができるのがログ撮影。撮っただけでは実はこれは出なくて、カラーグレーディングという後処理がちょっと必要になるんですけども、それをしたものがこの絵になります。ちなみに、こちらがですね、ログ撮影をした時の生データの映像になります。その何て言うだろう、 sRGB だと100のところを、こちらこのログ撮影だと1300とかっていうところまで広げて撮影をしてるんですね。それを100のところに記録を入れてるので、それで、このようにうっすらとした色になってしまうんですが、これを展開して先ほどの sRGB の色に戻してあげるという時に調整がいろいろ効くので、さっきみたいに白飛びしないでい、くということがこれでできます。この、
よいしょ、様子を動画で撮っているものがあるので、その動画もちょっとここで再生してみたいと思います。はい、動画撮影が始まりました。これは最初は FDR-X3000 なのでアクションカムですね。 AET という露出追従というモードがついているので、それで撮っています。なので、日の出前から日の出になって後も一応こうやって全部画面の色が変わらない程度で、見えるようになってます。続いてこちらは FX30 で撮った、ログ撮影をした映像をカラーディグレーディングしたものですね。夜明け前のところから今日の出が出ました。日が出ました。なんですけども、先ほどみたいに白飛びすることはなく、あの湖面の、あの煙もこうやって全部ちゃんと見えています。これは後処理をしているからなんですね。一番よく見えるところに調整をしてあるわけです。これは並べているところですけども、比較してみるとその差は歴然だと思います。あ、今日が出ましたが、アクションカムだともう富士山の周り真っ白になってますけども、 FX30 だと太陽の位置もちゃんとわかるし、湖面までちゃんと見えてますね。こういった、ログ撮影をするとこういうふうな、仕上げ方ができるということになります。こういったメリットがあるんです。ということで、これが、通常撮影とログ撮影の差を表にちょっとしてみたものです。ログ撮影というのはいきなり初心者の方が撮れるモードではありません。まず撮影の仕方もわからないし、仕上げの仕方もわかりませんが、通常撮影だったら普通の人がもういくらでも普通に撮れますね。で、作品レベルですが、あの通常撮影なので普通の映像になります。ビデオっぽい映像ですね。で、ログ撮影の方は後からそういった画質の調整ができるので、あの今流行りのシネマチック映像と言われるような映画風の仕上げの仕方ができます。で、色調整の自由度というのも、通常撮影だとそれほど大きくいじることはできないんですが、ログ撮影では、通常撮影に比較するとかなり自由度の高い色調整などができます。そしてダイナミックレンジがそうやって、1000% 以上の広がりがありますので、白飛び、黒つぶれをしづらい、絶対しないというわけではないんですけども、しづらい映像が撮れます。そして、通常撮影にもメリットがあって、撮って出しといって、撮影した動画をそのまますぐスマートフォンに転送して、SNS に上げたりということが、通常撮影だったらできるんですが、ログ撮影ではそれができません。それと、カラーグレーディングという後から色調整をする編集作業が必要になります。これも通常撮影では必要ないんですが、ログ撮影の場合は絶対必要になります。これがカラグレ作業というものですね。で、あとは色調が広い、階調が広い、そういったものが、ログ撮影になります。ここで、実際にですね、ログ撮影の方法を早速ですけども、ちょっと FX30 実機を使って、ご説明してみたいと思います。はい、まずこれが FX30 の画面なんですが、メニューボタンを押すと、これが FX30 のメインメニューになります。α7 とかにはこの画面はついていないですね。メインメニューは、2ページにこうやって分かれていて、ご覧のような、ページで作りがあります。この下に行くと α7 と一緒ですね。 7.4 や 7R5、 あと α1 なんかと一緒で、細かい撮影設定というのはその下に続いてるんですが、一番上にこうやってメインメニューというのがあって、これ、タッチ画面になっているので、タッチでも操作ができます。そして、今回はログ撮影のちょっとところをお話ししていくので、このまま普通に撮ると、あの通常撮影になります。この2ページ目のところにですね、ログオフというふうに書いてあるところがあるんですけども、このログオフというのを入にしようとすると、3つのログの、撮影モードが出てきます。フレキシブルイソと、シネ EI クイックとシネ EI、これで、ここではフレキシブルイソというのを選択すると、これで、ログ撮影のモードに入ります。で、ですね、
ここにラットオンというのがありますね。これは撮影したログ撮影のデータにあらかじめ用意してあるラットをこうやって当てて撮影することができるんですが、ここでは S-Log3 にしておいて、撮影するとこれだ と、撮影したものすべてログ撮影になります。 α7、α1 などではピクチャープロファイル、8とか9に値するところがこれになります。よいしょ。でフレキシブル ISO のところで、よいしょ、あ、いいか、これは。それとその下にですね、色域というのがありますね。S-Log3.cine、あ、違う、S-Gamut3.cine S-Log3 と S-Gamut3 S-Log3 になっています。α1 とか、ピクチャープロファイル7に S-Gamut2 というのが割り振ってありますが、それは残念ながら FX30 にはもう用意がされていません。後からですね、シネマチック動画とかレック709にするようであれば、ここは S-Gamut3.cine にしておくのが正しいと思います。そして、これで撮影すると、ログ撮影になります。で、先ほどのこの3つのフレキシブル ISO とシネ EI クイックとシネ EI の違いなんですけども、今までの α7、α1 にあったのはで撮れるのはこのフレキシブル ISO というものになります。 FX30 とあと FX3 に搭載されてきたのがこのシネ EI クイックとシネ EI というモードになります。シネ EI クイックというのは、ISO800 と ISO2500 の固定、それを、どちらか、切り替えて、カメラが自動で切り替えて2段階の ISO を選んで選択して撮影してくれます。シネ EI という方はISO800 と ISO2500 ベース ISO というんですけども、これを自分で選択してそれで撮影します。業務用カメラの世界ではISO というのはですね、自由にいじるものではなくて、撮影時にはそうやって固定した ISO にしておいて、で実際に ISO400 で撮りましたというのは信号として記録だけ、 ISO400 っていう記録だけが残ってて、実は ISO800 で撮ってるとか、そういうふうな撮影の仕方をして、後で編集作業で、ISO400 とかに戻すということをします。これを増刊とか減刊という考え方をするみたいですね。この言葉で言っててもですね、なかなかちょっと意味が分かりづらいと思うので、ここでもですね、ちょっとビデオでこの3つのログ撮影のモードを比較したものを撮ってきているので、ちょっとご覧になっていただきたいと思います。はい、まず最初にこれから、ISO 感度をちょっと上げてみます。今普通に撮っている SDR の絵ですね。今 ISO100 ですけども、上げていくと、まあもう大体ここから空が飛んでいって、さらに上げていくと、1万でもうほぼ真っ白ですね。で3万2000にするともう何も映ってないという状態になります。ではこれで、今度は S ログ撮影にしてみます。ログ撮影をオンにして、はい、じゃあこれいきます。はい、今度はフレキシブル ISO にしました。ここから、ISO2000 から200から上げていきます。これはもう ISO 感度そのまま上がってくるんです。どうでしょう、1万を超えてもまだ映ってますね。3万2000にしても、こうやって街並みが残っています。これは、フレキシブル ISO での撮影です。続いて、切り替えてみます。でこのシネ UI のクイックです。こちらで ISO を上げてきます。
シネ EI クイックはベース指数800と2500を自動で切り替えてくれるモードです。こうやっていじってみるとだいたい ASO 感度1600を世界に800と2500が入れ替わっているのが分かります。そこをまたぐときにみたいに、撮影した映像の方の明るさがパッと変わっているのが分かるかと思います。この800と2500で一番ダイナミックレンジが取れるように設計されているのが FX30 なんです。さあまた切り替えます。今度は、ログ撮影、シネ EI、 こちらは、マニュアルで、ベース ISO 感度を800と1600を切り替えるモードになっています。今、ベース ISO 感度は、800で設定をしています。これで、撮影している場合はこうして、200から上が、3200までですね、この間で、増感減感をして、後で編集作業しますよと。撮影時にこうやって減感増感をした映像っていうのは見れるんですけども、あくまでも記録する映像はベース ISO 800のままと。今度は、ベース ISO を2500に切り替えてみました。まあ先ほどと同じことになるんですけども、これで、今度は1万から640の幅で、調整ができるということになってますね。これも、露出っていうか ISO の感度を変えて、モニター上の明るさは変わるんですけれども、記録している映像に関しては変化はありません。あとで、ポスプロ編集作業の方で、これと増感とか減感をやるという流れになっています。さあ、最後に、ここでですね、フレキシブル ISO、一番使いやすいのは多分これになると思います。我々素人は。これを、ラットを当てるような形で、要するに画面上にですね、絵が反映されているような形で撮影します。それと今ラットのファイルの埋め込みってやったんですけども、これは SD カードではできなくて CF エキスプレスカードタイプ A のみ可能なものになっています。こうやって、ISO をフレキシブルにしていると、こうやって映像は見た目通りに記録できるので一番使いやすいんじゃないかなと思います。ということで、3つのログ撮影のモードについて、多少ちょっと僕の説明だと分かりづらいんですけども、ご理解いただけましたでしょうか。普通に一番簡単にですね、我々初心者が使うんであればフレキシブル ISO で普通に使うのが良いかと思います。後工程の方がまだ我々技術、僕もそうなんですけど知識がないので、メリットがあまりちょっとよく見えないというか、ただベース ISO800 とベース ISO2500 というところで、FX30 は一番ダイナミックレンジが広く取れるように設計をされているので、そこで利用されるのが一番綺麗な映像というか、後編集が一番威力を発揮する編集ができるようになっているんだと思います。次はですね、今撮影したログ撮影した映像なんですけども、これをどうやって、普通に編集すればいいのか、そのカラーグレーディングのやり方を簡単にちょっとご案内してみたいと思います。まずここにですね、この時撮ったものではないんですけども、地獄谷の野猿公園に行って撮影してきた映像がありますので、これをですね使ってちょっとご案内してみたいと思います。ソフトウェアはですね Adobe Premiere Pro を使っています。ここに、流し込んだ、もうこれ色があっさりしてると思うんですけども、これが、ログ撮影で撮った映像になります。これにですねまず最初にラットというのを当てます。ラットというのはですね、これメーカーさんのホームページで、ダウンロードができるんですけども、ちょっと見てみましょう。よいしょ、これですね、ソニーさんの日本語のホームページの方でテクニカルナレッジというふうに検索すると、このページが出てきます。業務用の法人のお客様向けのページになるんですけども、ここにテクニカルティップスというのがあって、ここ下の方に降りていくと、ここに、ラットファイルのダウンロードはこちらというのがあるので、ここから、無料で会員登録の必要もなくダウンロードできます。ダウンロードするとですね、このソフト、何だろう、これですね、ラット中開くと、ドットキューブという拡張子のファイルが あるんですけども、これが、ラット、ルックアップテーブルの略なんですけども、ラットファイルになります。
これは、FX30 にも読み込ませることができるし、Adobe Premiere でも使うことができます。ではここで、まずこのファイルを選択した状態で、ここの、基本設定のところで LUT 設定っていうのがあるので、ここからカスタム、そして、LUT ファイルを置いてあるところを探しに行って、よいしょ、でこれですね、 slog3sgamut3.cine の略ですね、から、7092という LUT があるので、これを読み込ませます。そうすると、一級になんか現実的な色になったと思いますが、これがやっぱログ撮影なので、ものすごくダイナミックレンジ広いところで撮ってるので、多少露出調整をする必要があります。プレミアプロの場合はここの、基本設定の中に自動というのがあるので、これを押してしまえば、編集ソフト上でおかしくない範囲で直してくれるので、最初慣れないうちはもうこれでいいんじゃないかなと思います。今計算してますね。計算が終わると色が変わって出てきます。はい、変わりました。でこれで見ると、スコープ見るとちょっと暗いというか、ここ日が当たってる、直射日光が当たってる広い明るいシーンなんで、もうちょっと明るくていいですね。そうした場合はこうやって露光量をちょっと上げて90% ぐらいまで上げてあげると。でもこれ、スコープ見ても分かる通り、白飛びはしないようになってます。白飛びしそうだったら、ここのハイライトっていうのをちょっと落としてあげると、もうちょっと上げら全体の明るさを上げられますかね。こんな感じで、よいしょ、こうやって、まずはですね、ラットを当てて、ここにこうして、調整をして露出を合わせてあげる。あとは色調整をちょっとしてあげたりすると、元のレック709の映像に近いものが、白飛びしない映像、そして黒つぶれしてない映像で作ることができます。もう一個やってみます。よいしょ。もう一個別のシーン。こんなに今度は日が当たってないとこですね。よいしょ。はい、こんな谷底の日陰のシーンなんですけども、これも同じように、LUT 設定で、カスタムを押して、よいしょ、まずラットを当ててあげると、これで709の色に戻るので、これにあと自動をして、自動クリックして、露出をちょっと合わせてもらいます。バイオ Z 使ってるんですけども、ちょっと早くないですね。時間かかってますね。で、色が出ました。これもちょっと若干暗いんですけど、奥の谷の奥の方が日が当たってるところがあってるので、これが白飛びしないようにちょっとしたいので、ハイライトちょっと落としてあげるかな、かもしくはこのまま潰れない範囲内でハイライトをちょっと上げ気味にして、ギリギリのところを狙っていけば、まあ、向こうの奥の方はもう白飛びしても全然構わないので、それよりは手前のお猿さんの絵がちゃんと見えるようにしたいところですね。よいしょ、これぐらいかな、お猿さんの露出に合わせると、というような、調整がログ撮影だと後からできるようになります。元気よく歩いてるお猿さんと、餌を頑張って食べているお猿さんたちですね。よいしょ、はい、こんな形で、元に戻して、あとはこれで普通に編集をしていくだけなんですけども、シネマチック動画にするときはこの上にですね、調整レイヤーというのを上に乗せて、そこから色をいじるようにすると、全体の統一が、いっぺんにできるので、一つ一つにこれ色調整をしていくんではなくて、こっちのクリエイティブというところから今度はルックっていうのを当てられるので、これで映画風の映像とかっていうふうにしていくんですが、よいしょ、あ、今違うところでやっちゃったな。ここをいじると映画チックな映像になります。これは後から別のレイヤーを作ってやっていった方が、
間違いがないんじゃないかなと思います。これがまあだいたいログ撮影した後の編集の流れになります。プレミアプロの編集の様子をちょっとご案内しましたが、ここからですね FX30 ならではの PP ラットユーザーラットのちょっとご説明をしてみたいと思います。通常撮影だと初心者向けで、まあ、普通の映像レベルなんですけども取っ手出しができるメリットがある、からぐれが必要がない。ログ撮影は対して中級者上級者向けで、シネマチック映像、自由調整の自由度の高い、映像が撮影できるんですけども取っ手出しができない、カラーグレーディングの作業が、どうしても必要になるというデメリットがあるという話をしました。FX30 にはですね PP ラットユーザーラットというものがあって、この中間、ログ撮影ほど、手がかからずに、そして通常撮影よりは一段上の映像が撮れるというものが、そういうモードが機能が、使う搭載されています。それが、PP ラットというものでログ撮影をするんですが、先ほど PC でやっていたカラーグレーディングの作業を、撮影時にカメラ内でやってしまおうというそういう機能が入っています。これのちょっと説明も、簡単に、FX30 を使ってご案内してみたいと思います。これ今普通の撮影をするところでございます。自分で、設定しておいた、ドットキューブラットファイルをこうやって読み込、あらかじめ読み込ませておいて、それを使って撮影することができるようになってます。これも、全てソニーさんのホームページ、海外のホームページなんですけども、ダウンロードしてきた、ラットをこうやって入れてあります。この PP ラット1のところには、普通に S-Log3 の S-Gamut3.cine を REC709 にするものを入れてるんですが、これで撮影すると、実はもうこれで、撮影はログでやってるんだけども、カメラ内でもうラットを当てた状態で撮影しているというものになっています。で、これをよいしょ、 PP ラットをここのウォームっていうのにすると、これももう、ログラットが当たってる状態になってますね。これで記録すると、記録した映像はログファイルではもうなくて、REC709 に、グレーディングされた後の映像が記録されます。後からログ撮影みたいにちょっと戻して、それでそこから調整かけようっていうのはちょっとできないんですけども、これであれば、もう撮影時にですね全てカラーグレーディングを行った状態で、そして撮影をして取っ手出しができるというものになります。実際にこれ撮影するとどういうふうな具合になるのかっていうのをちょっと撮ってきてますので、それも、ムービーの方でちょっとご覧になっていただきたいなと思います。通常の撮影と S ログ撮影と、そして FX30 ならではのラット当てた撮影と、どういうふうな違いがあるのかを、ここでご説明してみたいと思います。はい、まずこれが、メイン画面ですね。 FX30 の、これは、フレキシブル露出というふうなものを使っていて、写真だとシャッタースピード優先とか絞り優先っていうのがあるんですけども、このモードを使うとですね、シャッタースピードと露出と ISO どれを固定するか、どれをオートにするのかっていうのを自分で選んで撮影することができます。で、S ログ設ログ撮影で、ここではまずフレキシブル ISO にしてますね。でラットファイルの埋め込みをした状態 で709のラットをオンにして撮影してますね。S ログ3に戻した。これ記録をすると、まあこれ、録画しているのも S ログのそのままの画面になりますね。はい、今 S ログ3で撮っているので、S ログ3そのままの映像が出てきました。ここで、ラットを709に変えたので、これでラット埋め込みしているので、実はこれも、709のラットが当たった状態で記録されてますね。
モニターと撮影した映像が一致しているので、こういう撮影もできると。さあ、ここで今度はログ撮影をオフにして、そしてピクチャープロファイルの方でユーザーラットを当てるような格好で撮ってみようと思います。これは S ログ3、 S ガマ3ドットシネをレック709に変換するやつですね。これで撮影してもレック709の映像になるはずですね。はい、これはですね、実はもうラットが当たっている状態になっているので、S ログではもう信号は記録されていません。ラットが当たっているレック709、S ログ3で撮っている、後からグレーディングしたのと同じ映像が撮れているというものになります。はい、これが、ユーザーラットを当てた状態で撮っているものになります。次は、ユーザーラットの3番ですね。アニーベイルのクールという、クール FPE という、これですね。ユーザーラットの3番を確か使う。なんかいろいろ悩んでるな。このクールのやつにして、これで、ラットを当てた状態で、撮影してみたいと思います。もう記録している画像も、このブルーの、ラットが当たっている状態のものになります。雨が降ってるとか夜中のシーンとかでこれは使えそうですね。続いてはユーザーラットの4番で、これもアニーベイルのベイラーのウォーム、ちょっとあったかいやつ。分かりやすいのは多分ちょっと昔の映画になっちゃいますけど、映画マトリックスがそういう手法を取ってて、マトリックスの世界の中ではこういう緑色のフィルターが入ってるような映像で、そして現実社会にネオが戻ってくると、あの普通の色鮮やかな世界になっていたと思います。こういった使い方を、できるんですけども、最初から撮影時に、ラット当てることができるわけです。はい、こちらはですね、もう消えつつありますが、焚き火の映像ですね。通常映像で撮影しています。これを、ラット当てて撮ってみたいと思います。まあこれモニター見てると分かるんですけども、ちょっともう焚き火のシートが白飛びっぽくなってるんですが、これを S ログで撮ると、ラット当ててあげるともう白飛びせずに撮ると、S ログ3をレック709にしているところで撮れています。はい、次はここでラットはユーザーラット当てて、スパークルのウォームですね。ウォーム、ちょっと暖かい感じの映像になるものを今つけています。はい、こうやって、イメージをどんどん変えて撮ることができるんですが、まあ普通はこういう撮り方はしないでしょうね。まあちょっと分かりやすいラットを今回入れてきてるんですけど、ブルーのクールなカラーをここで入れています。まあシーンごとに変更したりとか、あとストーリーの流れで色をどんどん変えていくとかいう形で使うんです。ちょっとマトリックス調というか、緑色のものに見えるようなものを、まあこれもウォームなんですけど、探して入れてみました。このような色味になります。よいしょ。はい、これは、グレーディング後から必要になるのですが、ここで、グレーディングを、編集作業でかけてあげると、さっきの、ラット当てた状態と同じものにすることができます。カメラの方 FX30 で使うラットも、この場合はAdobe Premiere Pro を使って編集してるんですが、そっちで使っているラットも、同じドットキューブというファイルを使うことができます。これで、色が自由に後から編集できます。撮影している時の、色味はモニター上で、チェックは一応できるようになっていますので、より、撮影時に完成のイメージを見ながら撮影することができます。
このラットを当てて撮影するのをベイクするというふうに言うんですけども、このベイクすることをしなければ α7S3 や α1、α7IV、α7Rm5 などでも同様の撮影ができます。はい、このいろいろなラットがソニーさんの海外ホームページの方に掲載されているんですけども、21種類あるもの、これを一応全部私もちょっとここで試してみたんですけども、まあ、ここで紹介するとちょっと長くなるので、別のファイルで、YouTube の方に上げてありますので、そちらをざーっと見ていただくとどんな色味なのになるのかなというのは、お分かりになるかと思います。というような形で、FX30 のログ撮影、そして、ユーザーラットを当てた撮影ということができるというご案内でした。FX30 にはですね、ご覧の通り、ハンドル付きの、もの FX30 とハンドルなしの FX30B があるんですけども、こちらのハンドル付きのモデル、マイクは付属していません。このマイクはですね、別途パーツ取りで、手に入れることができますので、ご相談いただければ当店の店頭でお取り寄せをいたします。マイクとここのファーをつけて1万3000円ちょっとですね、税込みで、で、揃いますので、キャノン端子のマイクとしてはすごい安く手に入るんじゃないかなと思います。当店では店頭にこちらの FX30 の展示もしていますし、今のご案内した S-Log3、 それとユーザーラットの撮影体験もできるように、もうメモリにあらかじめユーザーラット入れてありますので、これをお試しいただくこともできます。ご購入の際はご相談いただければご案内ができますので、ぜひ、ご検討ください。最後までご視聴ありがとうございました。